元キンプリ平野氏、洋暴露系ユーチューバーへの天身ジャニーズ事務所に揺さぶりをかける。こんにちは、尊敬する読者の皆様。今回は、元キング、リンチェのメンバーであり、ジャニーズ事務所を脱退した平野氏の未来について探りますマックス。彼が、暴露系ユーチューバーとして新たなキャリアに挑む可能性に焦点を当て、その興味深い選択肢について考察します。 ヒラの仕様の新たな道、YouTube 出演オファー。ヒラの仕様は、今年5月に驚くべき決断を下しました。キング、リンチを脱退し同時にジャニーズ事務所からも退場したのですです。しかし、この決断に続く新たな展開が、多くの人々を驚かせました。女性自身のスクープ記事によれば平野は退場後に YouTube への出演オファーを受けたとされています。 その内容は、なんと、退場の経緯をすべて明かす、というものでした。スポーツ紙記者の情報によれば、当初は平野自身も出演を了承し、撮影の準備を進めていたようです。しかし、退場が近づくにつれ、彼の心境に変化が生じたと言われています。金プリのメンバーである二人や、 これまでお世話になった人々を考えた結果、YouTube 出演を見送る決断を下したとされています。性加害の告発とその影響。平野仕様に関する話題は、退場だけでなく、性加害の告発にも密接に関連しています。元ジャニーズ JR で歌手の岡本カウンからの暴露によれば、平野はジャニー北川氏から性加害を受けたとされています。 この告発は芸能界に衝撃を与え、一連の出来事は様々な議論を巻き起こしました。もし平野が YouTube 出演を実現していれば、この問題への言及が避けられなかったでしょう。しかし、彼はその道を選ばなかったため、今後の展開が注目されています。ジャニーズ事務所との関係、揺れる権力バランス。 今回の出来事は、平野市要とジャニーズ事務所の関係に大きな影響を与える可能性があります。彼は、ジャニーズ事務所に対して強力なカードを握っているとも言えます。もし彼が爆弾を炸裂させる決断を下せば、芸能界における衝撃は計り知れません。これまでの騒動とは比べ物にならないかもしれません。 逆に、平野は今後の芸能活動において、ジャニーズ事務所からの圧力を牽制する手段として YouTube などに積極的に出演する可能性も考えられます。彼は強力な武器を手に入れ、新たなステージへ踏み出すことができるでしょう。未来の平野仕様は未知数。平野仕様の今後のキャリアは未知数です。YouTube での出演は一時見送られたものの、 彼の未来は明るい可能性と注目を集めています。ジャニーズ事務所との関係や性果害告発の影響は彼の決断に大きな影響を与えるでしょう。彼が選ぶ新たな道はファンや芸能界全体にとって興味深いものとなることでしょう。以上、平野仕様の未来についての展望をお伝えしました。今後の彼の動向に注目し、 彼の新たな一歩を見守りたいと思います。